どうもーかげやんです、えー、今年やりたいこと参戦、えー、レジャー編ということについてお話ししたいと思います。えー、っとですねまあまああのー、誰,誰でもというか、まあ、やってる人多いと思うんですけどもその去年結構できなかったことで、えー、今年やりたいなと思っていることが3つ、えー、もっといろいろあるんですけども、えー、今まで ちょっと前とかはやったことが1回でもあってですね。でや去年全くやってないものというものですね。それが3つですね。で一つがバーベキューですね。でバーベキューっていうのがまあまああのー、僕はバーベキューが好きでですね。その昼からね、えー、やってそれでビールを飲みながらも結構その昼間から飲むビール結構美味しくてですね。 で外で飲むビール美味しい感じで,で肉を焼いてみんなでワイワイこうやるっていうのがなかなか面白いなと思っててで結構やってたんですけども、えー、去年は全くゼロ去年もやろうって言っててですね結局連絡がこう、えー、取れないというか、まあ、皆さん忙しいんでそのお互い何人か、まあ、お互いその。 やろうと言いつつ結局その日にちを決めるところまでいかない状態で終わってしまったものがあってですねで、えー、今年、まあ、年賀状でもね、えー、バーベキューしましょうみたいなことを書いてくれてる人もいたんでですね、えー、今年やりたいなぁと思ってます、うん、できればやりたいっていう形ですねほんでなん僕の場合平日しかできないんでねどうしても僕手動でやると僕がメインというかその 日にちを決めると平日、えー、木曜日ということになっちゃうんでですね、えー、なかなか難しいもんではありますけども何とかこうやってみたいなというふうに思っております昔ねこう夜にねバーベキューをしたりもしたんですけども夜はやっぱちょっと不便というか、まあ、ライトとかその不便さも良かったりもするんですけどもまあまあ、あのー、やっぱり、えー、昼間かなと。 でちゃんとこう雨が降らなないいい日にこうやっていきたいなと思っててきたと思ますで、えー、場所まあ、雨でもできる場所を探してやるかですね雨の時はここでやるとかこう決めといてもいいんですけども雨はねやっぱりちょっとあまり盛り上がらないんでやっぱ晴れた日にこうしたいなというふうに考えていますただ平日にできる方っていうとこう限定されてくるで僕のまあえー、まあ 知り合いいの中ででっっててうことになってくるんでね、えー、どうなるかわかんないですけどやってみたいなと今年はやってみたいなというふうに、えー、考えます。まあうん、で1つがそれと。でもう1つがサーフィンですね。でサーフィンはですね僕1回だけやったんです。で、えーまあ、お友達のね人がこう教えてくれるということで。 1>, 1回、えー、どこやったか、和田浜やったかな、えー、福井の方かな、えー、朝早くにこう待ち合わせしてですね、でまあ、2人で、えー、行かせていただいたんですけども、まあ、なかなかできなかったという印象ですね、えー、ほとんど、えー、立つことができないぐらい、ほんでもう、どうですか、1、2時間でもう、もうええかって言って、やめてしまった感じでした。 でえー、サーフィンはおもろいようなので僕は1回やっただけでおもろいかおもんないかっていうかそういうのを何も感じずにその面白さを感じる前手前でも手前というかも,もっともっと前で終わってるんでですねそのその辺ちょっとこうやってみたいなまあできればねその1人でもできるいけるぐらいにこうなっていくとおもろいかなと思うんですけども、うんそうですねで僕の場合平日なんでね あまりその時行った時は、えー、もう誰も人いなかったですねで僕とその子だけでしたねでやってたんでうんまあまあ,あの少ない方が下手くそなんで下手くそっていうか何もできない状態なんでまあ一からやるということであとちょっとこうハマってきておもろいなと思ったらそのサーフボードもこう買ってまあ中古でね、えー、買ってもいいかなというふうに思ってます。えーまああの えとイオンのブックオフのところに売ってるサーフボードとかもこう安,そう安,く安くでありそうなんでですね、えー、その辺をねちょっと,と友達見てもうてこういうのがいいこれぐらいがいいんちゃうとか見てもうてそれで買おうかなというふうに思ってますだからサーフィンですね、えー、が2つ目で3つ目これが旅行これはみんな去年 GoTo ト,、えー、トラベルで、えー、行った方も結構ね GoTo ト,トラベルで行ってる方おられますねでけ こういろんな特典というか,なんかこう滋賀県での,そのまたその助成金というかそういうもんがあったりとかね世を知っては,はる人は知ってはるんでもうだいぶ安い価格で行ったはるなと思ってたんですけども。今の状況ではちょっと と旅行へ行くのはこう難しい今年難しいかもしれないんですけども、できれば一泊ぐらいそれも滋賀県内でもいいです。滋賀県内でもいいんで、どっか一泊でこうちょっとこう自分へのご褒美的なねものとま家族へのこうお礼というかね、そのまああのー。 子をいろいろ、ね、手伝ってくれてるんでねそういうお礼も兼ねてねちょっと行きたいなと思ってるんですがで、えー、もしこれが叶うんであればその僕の弟家族とかね弟とかね、えー、その辺も一緒に合同で行けるというのも,もう最高なんですけどね。 ほんで僕、手配するんでいろいろ決めていくとこう面白いんだろうなというふうには思ってますけどもこの辺はねえ他の人間のうんえまあ仕事の関係とかもあるんでですねうん特に弟家族の方はなかなか難しいかなと思いますけどもんまあまあえこれは実現したいのまあえ両親がね健在の間にねえ家族旅行という形ですね。 え弟3兄弟、えー、全員含めたこう旅行をこうしていきたいなというふうに考えます。ということで、えー、3つですね、えー、今年やりたいこと3つまあちょっと旅行に関してはねちょっとめどが立たないとかわからないですけども他のことに関してはやろうとすればやることができるだろうというふうに思います。ということで3つ、えー、バーベキューですねこれはまあできる。 まあ、できるでしょうできるでしょうだけど僕次第というところかなとサーフィンサーフィンもねこう教えてくれた友達に、えー、ちょっとね聞いて、えー、日を合わせてこう行きたいなというふうに考えますで旅行ですね旅行に関してはまあ滋賀県内でもいいですしうんその辺ねできればいいかなとまあ旅行ができ旅行行ってもええなと思えるようなこう 世間の状態になっていればこう嬉しいなというふうに思います。ということで今日は今年やりたいこと参戦レジャー編ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。